こんばんは、赤月です。今日はね、また芸能ニュースのお知らせ。加藤茶さんのね、45歳年下妻の綾菜さんがね、すごい素敵になられてね、びっくりしたお話です。なんとね、ヘルパー資格、介護福祉士なんかな、ヘルパー資格をね、今勉強中、介護士さんのね、資格の勉強中なんだそうです。すでになんかヘルパー2級は取られていてね、その1級なんかなを取るために勉強されていて、まあ加藤茶さんのためにね取られてるわけですよ。でなんか加藤茶もね、なんかそういう何だろうな、なんかそういうちょっと今障害出てきてるみたいやねんけどね、そういうね、看護師さんとかそういう方のね、姿を見てて、自分が何もできないので、加藤ちゃんのためにね、そういう介護士資格を取りたいと。まあ、お風呂を入れるにしても、服着替えさすにしても、やっぱりそういうノウハウを勉強したいということでね、学校通ってね、介護士の資格取りはんねんって。まあ、それだけでもね、見上げたもんやなと思うんですけどね。まあ、当初ね、今ね、綾乃さんと加藤ちゃんはね、結婚されてね、もう9年になるんですよ。9年ですよ、長い。ね、45歳年下やけど、その結婚当初ってかなりこうバッシングされはったじゃないですか。綾乃さんがちょっとまあ派手なね、容姿してはるんでね、まあ、金目当てやろとかね、財産目当てやろとか、加藤ちゃんを早死に刺そうとしてるとか、料理なんかでね、脂っこいのを殺そうとしてるとかね、散々な言われようをされてきたわけですよ。でも9年ですよ。まあ、そんなね、遺産狙いやなんやでね、そんな9年も続くもんじゃないです。ちょっとね、子供がね、ベッド膨らましてたんで中断しました。だから当初はね、綾乃さんってなんや、金目当てやなんやかんや、散々バッシングされたけど、実はね、金目当てどころか、実は加藤ちゃんの方が逆玉やった。なんとご実家がね、会社経営の大金持ち。で、なんかその豪邸もね、なんか指紋認証ないと入れないようなね、豪邸に住んではったわけですよ。ね。で、加藤ちゃんの方は、まあ、離婚されて、酔い越しの金は持たないような感じでね、遊びまくってはったから、貯金が全然ない状態で、だからむしろ綾菜さんのご実家の方がお金持ちだったんですよね。これ全然知らなかったでしょ。ほんでなんかしくじり先生にね、加藤綾菜さん出会って、なんかちょっと前半だけ見ましたけどもね、まあそう、当時バッシングされても長く続けばみんな認めてくれるよとかね、加藤ちゃんに言われたりとか、まあ5年間ね、何も言わずに黙って耐えられたそうなんですよ。だから加藤さんと本当はちゃんと愛し合ってね、結婚されたのに、誰にも認められない結婚だったという感じでね、まあやっぱり苦しいこともあったそうなんですよ。ところがなんかご自身が幼少期にいじめられた経験があるので、直接こういじめの暴言みたいなのもね、なんかかけられた経験があるので、間接的に言われることは何も響かないから平気だったって言い張るんですよね。で、明るくね、振る舞って、お料理も見てたらね、その当時はなんかちょっと脂っこいもの多かったけど、お若いからね、最近ではなんかすごいヘルシーでね、健康的なお料理をすごいたくさん作ってはってね、お弁当もね、加藤茶さんと、そのマネージャーの分、2人分もね、作ってね、すごい尽くしてはるんですよ。ほんで鈴木奈々ちゃんとすごい同じ事務所でね、親友みたいで、鈴木奈々ちゃんがこうその加藤茶さんのご自宅にね、週5日ぐらい来るぐらい仲が良くてね、まあ、鈴木奈々ちゃんと加藤茶さんへのお料理を作ったインスタグラムとかね、いっぱいこう出してきてはるわけですよ。ほんでだから最近ではね、そういう姿を見て綾菜さんを応援するね、人も増えてきて、しかも介護士の免許まで取って、
でもしもこうおむつするようになったらおむつしてる加藤ちゃんって可愛いと思うってね、あの言うてはるんですよ。週刊誌でね、あのちょうど林真理子さんと対談してはってね、まあ林真理子さんがすごい感心してね聞いてはるわけですよ。その加藤ちゃんがおむつしてるとこって可愛いと思うとか言いはったら、もうなんてあの神様みたいなね、もう加藤ちゃんってほんまになんかついてるっていうかね、こういいお嫁さんをもらってね幸せですよ。でところがね、その加藤ちゃんさんってね、最近その綾乃さんがインスタグラムに加藤ちゃんの写真を撮ってね上げてはんねんけども、年いってすごい男前になってはんの。まああのサムネにねちょっと写真入れられた入れよう思ってるんですけど、ちょっと編集最近ちょっと下手なんでね、入れれるかどうかわからないけども、なんかアランドロンバリにねすごいハンサムになってはんのね。だから年いって、まああのお笑いタレントの風情がちょっと薄まって、なんか本当のね男前になってはんのね。ちょっと私びっくりした。それは綾乃さんもね惚れるわなあいう感じでね。ほんでいっぱい尽くしてはるしね、あのいいご家庭をね築いてはるわけですよ。だからあ素敵やなと思ってね、そういう、まあ、45歳離れて、なんとねあの綾乃さんのおばあさんと加藤ちゃんが同い年だから、自分のおばあさんと同い年の人と結婚しはったわけですよ。これもすごいけれども、そういう年の差があってもやっぱり愛情があるからね、そうやって料理も克服したりで、介護もね、あの将来に何かあった時のために介護も勉強しておくと、本当にね見上げたあのお嫁さんですよ。そういうのをね、まあ、今日ちょっと週刊誌とかね、まあ、ツイッターとかいろいろ見ててね、ああ綾乃さんってすごいなと思ってね感心したっていうお話でした。ね今デー行ってますけどね、デーにもね80代90代の方たくさんいらしてね、やっぱり80過ぎてもね、あの男前の人いますよ。で女性でもね80過ぎてもね、あの美人さんいますよ。すごいの、最近のねあの高齢者ってね若いですよね。だから80、90になっても素敵やな思う人ねいらっしゃるんですよ。私もそういう風にね努力していかなあかんなとねあの思いました。以上です。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。では